です。先日開催されてましたデザインフェスタ、通称デザフェス、行ってまいりました。そこで出会った、作品たち、買ってきたものを紹介したいと思います。完全にちょっと純不動でいきます。ここメガネ、こちらなんですけど、わかるかな、わかりづらいよね。一個ずつターバンですね。まあなんでよ今更みたいな感じなんですけど、ブースは布を自分でこの2枚選んだら、その場でねこういい感じに仕上げてくれるっていうブースだったんで、これちょっとね派手な感じの1本と、ちょっとねおとなしめな感じの1本買ってきました。今までねあんまり使ったことなかったんだけど、こんな感じのねやつ、あまりちょっと今鏡見ながらじゃないかな、うまくつけられないけど、いい感じだったんで買ってきちゃいました。どうかな、こんなの、まずこれ買っちゃいました。じゃこのままいっちゃいましょう、せっかくなんで。次にご紹介したいのがこちら、なんかねそんな何の変哲もないこうお盆に見えるんですけど、中に、着物の生地、本物の着物の生地をね使ってるんだって。クモの巣でね、ちょこっとね見えるかな、ことかもそうなんだよな、わかるかな、ちょっとこう黄色い模様が入ってたりとか、あとどこだったっけな、ここだ、こことかもね素敵で、ピンクのちょっと点々入ってるの見えます？これ男の人の着物なのにこういうピンクの点々入ってたりとかってすごい素敵だなと思って買いました。ちょっとしたトレイとしてね使うのにいいかなと思って、こちらこちらでねよく見かけるような着物の柄なんですが、これもすごい可愛いなと思って購入しました。次に紹介したいのがこちら、ね、これ名前をねちょっとこうイラストっぽくかっこよく書いてもらったんですけど、まあ、普通皆さん自分の本名とかで書いてもらうんですけど、動画で紹介したかったんで、私このまま ACCO のアッコで書いてもらったんで、こんな感じに仕上がりました。まあね、本当はもっとねいっぱいね漢字とかだとすごくもっとかっこいいのとかあったんだけど、アルファベットだとこんな感じになります。でもねやっぱり嬉しいんでこれ飾っておきたいと思います。いやなんかねちょっとこう山、なんだろう、山とさ雲みたいな感じでさ、うん、すごくかっこいいなと思いました。続いてねまたちょっと文字系です。これポストカードなんですけど、素敵だなと思ったので購入しました。これが愛書いてある。で次に願う書いてあるやつ、でこれが思うかな、うん、で夢、その場でねオリジナルで色紙を書いていただいたりもできるところだったんですけど、このポストカードがとても素敵なのでこちら購入してまいりました。なんかちょっとどっかに飾っておきたいと思います。まだまだ続くよ。2位コースター、これねちょっとわかるかな、猫ちゃんなんだけど私が映ると見づらいな、こんな感じのコースター、レーザーで焼いてるんだって。こんな感じでほら、このコースター、このコースターをねこの花柄、花柄柄
からの花柄からの花柄で花柄4枚買ってきました。すごい可愛かったんでね、実際に使うのもすごくいいと思うんですけど、これもねどっかに飾りたいと思います。猫、もう自分でも何買ったか思い出せないぐらい買ってる。で、そう最近ね私ペンダントとかネックレスとかつけるようになったので、これガラスのね、見えるかな、アートのやつ、とても可愛かったんでちょっと開けちゃいましょう。一つはこういう、ね、つけられますよっていうペンダントトップになりますよっていうやつ、なんかこう涼しげな感じの柄ですよね。これちょっと見えるかな、これとあとハートのペンダントとペンダントネックレスですね。すごくこういった感じのって実は結構いろんなブースで見かけたんですけど、なんかねこのこれに結構一目惚れしまして、ここで両方買いました。これ2つぶら下げても可愛いかな持ってます。私今回デザフェスですごく多いなと思ったのが、仮面を売ってるブースがすごく多くて一つ買ってきました。猫の仮面、ね、猫のマスク、これね見た目よりもすごく軽くってすごく丈夫にできてて、これもね猫ちゃん、なんかすごくね色合いとかも可愛かったのでね飾りたいなって、自分がつけるっていうよりももちろん飾るようなんですけど、このサイズねすごくかっこよかったんで買っちゃいました。いいよね、かっこいいよね。まだまだ続くよ。続いてライト、ちっちゃなライトなんだけどね、ちょっとわかるかな、そう少しずつ色が変わってるのわかりますでしょうか。少しちょっとライト消しますね。お分かりいただけますでしょうか。少しずつね色が変わっていく感じがいいなと思って思わず買ってしまいました。疲れてる時とかにねぼーっと見てると癒されそうです。これ周りはね和紙でできてるそうです。で電池はボタン電池です。皆さんにも癒しお届けできてますでしょうか。ってことでねこちらこのようです。あと次のねペンダントを紹介したいのがこちら、カレーライス。こちらも開けちゃいますね。ちょっと分かりやすく取り出しましたが、お分かりいただけますでしょうか。カレーライスです。カレーライスのペンダントになってんの、ほらこんな感じで可愛くない。これちゃんと手作りで、お米の質感とかも超お米っぽく、お米らしくできてて、で飯テロ、私の中では飯テロだと思ってます。これね飯テロネックレスです。これも一目惚れです。次にちょっとね、イタリアの食器、ちょっとしたカップです、
カップですね、ちょっとした。こうどちらもね、なんかこう可愛かったので購入してまいりました。裏にはちゃんとこうやって書いて、すごくね素敵だなと思ったので、まあ、何か食器として使うっていうよりもお部屋に飾りたいなと思います。もう少しだけ続きます。曲げパッド、ちょっと今これつけちゃってるけど、から見て見て、ドット絵の猫、ちょっと一回だけかぶってよ。こんな感じ、可愛くない？これドット絵の猫のね、パッドを買いました。いや最近ねこういうのすごくハマってて好きなので、多分これもヘビロテしちゃうと思う私。あと似顔絵描いてもらいました。こちらですね、チンアナゴと私、チンアナゴになった私とチンアナゴ描いてもらいました。似てるかな、ね、チンアナゴのね、なんかいっぱい売ってるブースがあって、グッズ売ってるところがあって、そこでね似顔絵描いていただきました。なんかチンアナゴね大好きなんで、ちょっと嬉しいです。これ大切に飾りたいと思います。てか見て見て、アコチンチンアナゴのチンですね、かわいい。次がようやくラストかな、長かったね。最後に猫のキーホルダー、そう買うつもりなかったんだけど、見てたらねこの子がうちのモカにねそっくりで、あモカちゃんと思ってこれを買いたくなって、見てたらチノちゃんっぽい三毛猫発見しました。でなんかね奇跡的にうちモカが大きくてチノがちっちゃいんだけど、サイズ感もぴったりって、モカチノと思って、うちのモカチノっぽい感じのキーホルダーがあって、カラーのじゃあせっかくだしと思って、じゃあせっかくだと思って探したらいたの。泣き始めちゃった。アールグレイっぽいのがいたんです。で、これがまたね、サイズ感が実際こんな感じなの、うち。モカはね毛が長いから大きく見えるの。で、アールグレイはちょっとね、体重はモカより重いんだけど、体重はねモカちゃんより重いんだけど結構大きいよね。でチノちゃんの方が本当はもうちょっとねチノちゃんちっちゃいんだよね。となるとシナモン探さなきゃいけなかったんだけど、やっぱりねさすがにねスコティッシュフォールドでシナさんいなかったんだけど、シナモンに近いスコ座りしてる子がいたんで、この子買ってきました。スコ座りしてるよね。これでね尻尾が茶色だったら完璧にねシナちゃんだった、シナモンちゃんだったってことでね、もうね本当にごめんなさい、視聴者さんには全然この感動が伝わらないで申し訳ないんだけど、うちの子にそっくりな猫キーホルダー4つ買ってきました。これはね本当に自己満足です。うちの子そっくりなキーホルダーを見つけたということで買ってきました。これはね大切にします。今いくつ紹介したか分かりませんが、以上が今回のデザインフェスタで出会った作品たちです。毎回ねデザインフェスタ行くたびに予算自分で
決めていくんだけど、まあ、軽くオーバーします。それだけね、素敵な作品がたくさんあって、素敵な出会いがたくさんあって、でそのね、デザフェスに来てる、まあ、そのデザインした人とかクリエイターさんたちって次のデザフェスに来るかっていうとそうじゃなかったりするし、地方からいらっしゃってる方もいるから、本当に一期一会の作品との出会いっていうのがすごく楽しくて、ついつい散財してしまいます。ということで今日はこの辺りでね、デザフェス57でゲットした出会った作品たち紹介していきました。ご視聴ありがとうございました。それではまた。